神流兵法は戦国時代北面の武士であった犬神左近将軍長勝が早見長門守遠心から組打ちの術を学び家伝の剣法と融合させ兵法組打ち剣伝と称したのが源流である。しかし古い年代のこととて七代目以降の系譜は明らかではない。後に文政の頃讃岐の人小橋正兵衛が神道無念流を取り入れ技を整理統合したので正兵衛を中高の祖と敬い改めて初代宗家と称している。二代宗家の藤本林五郎は末物剣法や柔らの術を加えて今日の遠心流兵法を作り上げた。三代は林五郎の一子小橋日観で13歳で仏門に入ったが武術への志捨てがたく仏道武道両面の修行を重ねて大僧正となり一方末物斬りではあまねくその名を知られた人である。現在は日観の子日喜がその後を継ぎ第四代宗家として円満な人格形成とその完成の上に基づくこの古武術のルフに当たっている。これから数多い遠心流の技の中から今まで未公開だった技を含めて代表的なものを見ることにしよう。遠心流では全ての武術を18変化させる掟があり槍、薙刀、棒などは究極の型一本のみを教えあとは修行する者の創意工夫に任すという教育方針をとっている。まず槍である双方中段の構え打ち方右脇上段から仕方の中段を払い落としに行く。仕方はこれを右にかわしながら右脇上段に取り打ち方の槍をしばき落とししごいて突き入りするのである。続いて薙刀と太刀の場合である。太刀は中段、薙刀は右車構え。左右の裾払いに来る薙刀を太刀は受け止めさらに面打ちに来る太刀を薙刀は右脇上段から右にかわして外し左袈裟斬りにかける技である。遠心流は古代柔らの術と抜刀術が融合して今日の完成を見ているのである。では代表的な技を見よう。まず膝車かけ方気合とともに受け方の膝と首に手をかけ車投げにする。受け方は炎天の受け身を取りかけ方の間合いの外に脱出するのである。もう一度膝車の技を動きをゆっくりにしてみよう。この技は炎天高奪を習得させる柔ら体術の基本である。
次の技は綾取り。双方尊虚して相対する。掛け方、右手刀で受け方を霞み打ちし、さらに右手を綾に取り、右後方に引き倒して腕決めとなるのである。もう一度見よう。この綾取りは柔ら取り手攻撃の要点と攻防一体の筋道を習得させる技である。続いての技は崖崩し。受け方が掛け方を攻めに行き両手を押さえる。掛け方は両手を取られたまま交差しながら受け方の側面に移動し、膝と両手をテコのように使い、受け方を仰向けに倒し踏み当てて決める技である。柔らの最後は飛鳥と一文字という2つの合わせ技である。受け方が中段突きで来るのを掛け方は両手で拳を捉えると同時に受け方の突き陰に蹴り込み、さらに脇の下に潜って背後に回り一文字首締めで決めるのである。では飛鳥一文字の技をもう一度見てみよう。ではここでこれまで一度も公開されなかった遠心流秘伝の技を披露しよう。最初は知流という技。仕方敵と組み合いもつれ、投げられた時炎天の受け身を取りながら抜刀し、片手突き入り敵を仕留める技である。もう一度見よう。この技は戦の途中落馬や転倒した時、市中に勝つを求めうるのである。次は唾当て。打ち方、攻撃しようと抜刀の構えを取る。その線を取って飛び込み、敵の柄を取り持ち上げて唾で顔面を当て砕き、引き倒して唾絡みで決めるのである。秘伝最後の技は立ち絡み。抜刀して真っ向打ちに来る打ち方に、仕方は柄頭で脇陰に当て身を入れながら打ち方の右手を取る。仕方は太刀を帯から抜き出し、右腕絡みで決めるのである。もう一度見よう。この技は傷つけず血を流さずに敵を取り押さえる獲物取りの極意である。ではこれからは近代遠心流の極意技の紹介に移ろう。知、情、意の円満な人格形成を基本と考える遠心流では、演武に先立つ礼法に重きを置いている。最初は神仏に対する立礼。体の右側に置く刀は柄を後ろに向け、敵意のないことを示す。師と流祖代々宗家への礼。次に鞘の栗型を中心に刀を体の前に置き、刀工と刀の神への礼を送る。修行の刀を両手に捧げ敬う。角帯の内側1枚目と2枚目の間に小刀、外側2枚目と3枚目の間に大刀をつける。
鞘に巻きつけてある下げ尾を取り外して蛇口を作り、二の腕につけ懐に収める。これは必要な時相手を動けぬように縛る捕縛術のためである。最後は一円草の所作。死の恐れから心を放ち、合わせて身を柔らかくする呼吸法である。では居合拳法の技の紹介に入ろう。最初は十文字。この技は清めの太刀という意味からも、前の礼法の一部に入るものとも言えるのである。またこの十文字は遠心流刀法の基本であり、書道でいう英字八法に相当するものである。次の技は陣雷。左前の敵に対して切り下げ抜刀、左袈裟打ちして脇納めに納刀する技である。次は天道という技。この技は後ろの敵に対して天突き抜刀、後ろ面打ちして鳥居構えの後、十文字納刀をするのである。次はアウン。アウンは迫ってくる白羽のもと、後ろの敵に対してアウン抜刀をして片手で突き入りする技である。続いての技は無尽六殺拳。アウン抜刀して後ろ突き、前突き、さらに四方袈裟打ちで六方の敵を仕留めるのである。無尽六殺拳をもう一度。この技は遠心流の特徴である甲の型、
すなわち展開、略の型、すなわち省略、用の型、すなわち極意まで練り上げた型のうち、項の型の典型である。居合憲法書伝の最後は殺走。これは背後の敵を後ろ一文字抜刀で払って袈裟打ちで仕留める、水深構えから第一血振り、第二血振り、さらに血拭いしながら引き納めで終わる技である。では殺走の技をもう一度見よう。これからは実践の技中伝で、その最初は無双剣。歩行中背後に剣の気配を察した場合、胴切り抜刀で後ろ一文字で胴払いをするのである。一度無双剣を違った角度から、次は地流、やはり中伝の技である。この技は後ろの敵に急追された時、間を計り半立ちでアウンバットをし突き入りする。斬新後は引き納めで終わるのである。ではもう一度違った角度から地流を見てみよう。これからは奥伝の技。奥伝は組打ちの術と抜刀術が融合した武術である。その最初は虎の尾。切迫した状況下、気迫で相手の抜刀を抑え当て身をして突き構えするが、なおも敵が反抗するので突いて仕留めるのである。次の技は白剣。これは前進して敵に迫り、いきなり天抜き抜刀をして真っ向から切りつけるのである。次は具足剣という技。抜刀は塩ビ刀抜き、後ろ面打ちで倒し斬新を引き納めする。
六伝最後の技は流刀剣。抜刀は天抜き、構えは流刀。敵の隙につけ込み、袈裟打ちで倒す。斬新を引き納めするのである。三尺三寸の大刀を用いたこの組出しは、心の働き、五体の運び順に従って太刀さばきの正道を教えるもので、特にこの方は相手に上段構えすら許さないという厳しい剣法である。見てみよう。次は下段対中段。中段、打ち方は下段を取って半歩左へ寄りながら突きに来るのを、仕方は一歩左にかわし右袈裟に切るのである。最後は遠心流武術の花として知られる末物斬りである。末物斬りは刀の切れ味を試す試し斬りではない。修行者の手の内を錬磨させるための剣法であり、古くは殿中であっぱれ武士の手の内を披露するための形式であった。そして遠心流では根付きや固定されたものは切らないことにしている。末物斬りの最初は本三棒。まずは小橋宗家の手の内を見よう。本三棒は切られた藁が三棒の上で
富士山の形で残る儀式用据え物であり、稽古始めなどに行うのである。次は立てた一節の竹を切る技、月影。この技は影切りとも呼ばれ、遠心流末物の入門技であると同時に究極の技でもある。次は流水。今度は重ねた二節の竹の上の一本を切るのである。この烈風は三段重ね。上段の竹はご覧のようにすこぶる不安定な状態下にある。二点月影は二本並べた竹を一刀のもとに切るのである。まず見てみよう。見事な立ちさばきをスローモーションで再現しよう。次の一文字は立てた巻きわらを一刀のもとに胴切りにする。一見簡単に見えるが至難な技である。これはその名の通り、立てられた一節の竹を正座半立ちの不安定な姿勢で切る難しい技である。もう一度スローモーションにして見てみよう。末物切りの最後は至難の技、電光。演ずるは小橋宗家。まずはじっくりと見るとしよう。再びスローモーションの画像で。
術の錬磨は人格完成に役立つと教える遠心流標法は、知育、徳育、体育という3つの基本を掲げ、武道を解く人生の道を休むことなく歩み続けている。